皆さん窒素という元素はご存知だと思います。大気中で約8割を占める主要な大気の成分です。それと我々の体に入っているタンパク質ですね、その中にも窒素という元素が入ってますので、生命活動にもとても重要な元素であります。ところがですね、そのように表層でのいろんな挙動は分かってるんですけども、地球の深部での挙動っていうのはほとんどよく分かっておりません。地球全体考えてみるとですね、実は窒素の量っていうのは不足しています。地球が進化する過程で地球外に窒素が抜けていったという可能性もあります。で、一方ですね、地球の深部に貯蔵庫があって、僕らが知らない形でですね埋まってるんじゃないかって、そういう考え方もあります。そこで我々はですね、深さ660キロよりも深い深部マントルの温度圧力条件を再現して、その中で下部マントルの鉱物に窒素がどのぐらいの濃度で取り込まれるのかということを実験で確かめてみました。今回の実験ではおよそ750キロから800キロメーターぐらいの深さに相当する温度圧力条件で高温高圧実験を行いまして、そこから出てきたスティショバイトという鉱物ですね、その中に 400ppm という高い濃度で窒素が取り込まれるということが分かりました。で、一方でいろんな論文からですね、あるいは観測から、地球の深部から放出される窒素の量というのも分かっています。つまり沈み込む量と放出される窒素の量、これを計算するとですね、下部マントルの中に窒素の貯蔵庫があって、地表の窒素がどん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 沈んでいくということが明らかになってきたわけです。下部マントル、まあ正確に言えば、深さ 660km から 2900km ほどの、地球深部に存在しうる鉱物にどれほどの窒素が入るかというのを実験と分析から明らかにしました。手法につきましては、愛媛大学地球深部ダイナミクスセンターに設置されたマルチアンビル高圧発生装置を用いることによって、下部マントルでの圧力と温度を再現する実験を行いました。今回は酸化還元状態を再現するために、サンプルの周りにですね、鉄と鉄酸化物のバッファーを入れることによって、下部マントルと同等の酸化還元状態を再現することにしました。実はですね、窒素っていうのは、大気中では N2 として存在しています。なんですが、その例えば還元的な条件下ですと、窒素は、アンモニアになります。下部マントルと同等の窒素の挙動をより正確に再現するためにですね、このような、サンプルの構成で行いました。で、急冷回収される試料なんですが、とても小さいです。どれくらいかと言いますと、サンプル全体は数百ミクロンぐらいで、一つ一つの鉱物は大きくて、60ミクロンぐらい、とても小さい流形です。で、これの中の鉱物の微量な窒素を測るというのは大変至難の技だったりするのですが、それを可能にしてくれたのが大気海洋研究所のナノシムスという装置です。で、このまあ様々な研究機関でのノウハウを集結することによって、地球深部に窒素を運びうるスティショバイトという鉱物に 400ppm の窒素が取り込まれうるということが分かりました。一方でですね、フィールド調査ですとか観測によって、カウマントルからの窒素の脱ガスというのは極めて少ないことが分かっています。ですから、カウマントルに沈み込んだ窒素というのは、ほとんど、地球表層に戻らず、カウマントルに溜まっていくこととなります。これによってですね、何が分かるかといいますと、例えばですね、今までずっとカウマントルからの窒素の脱ガスが少なく、かつ、現在と同様に、窒素がカウマントルに、昔も変わらず、運び込まれているのであれば、初期地球大気における窒素というのは今よりもはるかに、多く存在していたことが示唆されます。毎年大気中の窒素の量って測っても変化はほとんどないんですけど、地質学的な長いタイムスケールを考えると、窒素の量ってどんどんこれから減っていくはずなんですね。で、逆に時計を後ろに昔に、巻き戻すとですね、昔は大気の中の窒素の量が多かったっていうことになります。で、大気中の窒素の量が多いと、二酸化炭素の温室効果がさらに強まることが分かっております。
でそれがどういう意味があるかというと、昔太陽の活動が弱かった時期があります。それにもかかわらず地球はですね、全部凍ったりはしなかったわけです。でそれが暗い太陽のパラドックスというふうに言われていて、地球科学の難題になっているんですね。もしも昔窒素の量が多くて二酸化炭素の温室効果が高かったとすると、暗い太陽のパラドックスが解けるかもしれないと、そういう問題にもこの論文はつながっています。で現在ですね、カブマントの中のブリッジマナイトという鉱物にどれだけ窒素が取り込めるのかということを調べております。もしもですね、ブリッジマナイトの中に窒素がどれだけ取り込まれるのかということが分かると、実際にカフマントルにですね、どれだけの窒素の量が入るのかということが見積もられることになります。つまり地球全体でのですね、窒素の分布というのがこれから分かってくる可能性があるというふうに考えております。